試合に向けて準備してもらってます。明日は雨予報です。残念ながら見えてもうってやってないじゃん、いつもいつもやってないじゃん。言ってたぞ。何がしたいよ。あ、そう、パッと取って帰ってきた方が。ケチャップ、ライス、オムライスいただきましょう。あー、見せて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 、ほら、あー、ほら見て、これが丁寧に、そう、やめてください、それそれやめてください。古くなった豆が多いか。うわー、垂れた、これなんていうんだこれ。蒸らし、蒸らし。うわー、 YouTube の音してる、この音。 YouTube の音、垂れてる音。うん、ちょっと外さないと。俺マジちょっとで、俺本当に一口ぐらいで。コーヒー苦手くん、コーヒー苦手くん、いただきます。いただきます。あー、でもうまいわ。あ、これやっぱ、ね、うまい、うまい、え、うまい、これ苦味弱い、紅茶っぽい。え、コーヒーなんすかこれ。だからコーヒーで。うわ、すごいカフェイン。いや、なんでいや、カフェインは感じれねえだろ。ほんとさ、ここで試合するのちょっと楽しみだな。どんな感じなんだろう。結構前ます。いやいや、ずっと思ってたんですけど。どんな感じ。近いね、結構近いし、多分キャパが狭いから、うん、いつもの人数入ってもなんか。あ、分かる。俺試合で見たことあったの、うん、俺ちょうどここで試合するときなんかメンバー入ってなかったりで、ここで試合したことなかったんだけど。え、ここですか。そう、だから長野じゃないな、琉球のときかな。ここではやったことないの。俺バードでやったことあるけど、うん、だからここいいなってずっと思ってて。バードも良かったけどね、もちろん、うん、ブラック、おー、うん、はいはいはい、うわです、はい、うわー、大好物。あ、100度、あ、新陳すぎて、 あれマグマあれマグマだよ。丸山くんとトレイス、これからトレーニングします。おーっす。水色なんです。スパイク、あ、乱臭預けたよね。預けてねえや、乱臭だと。乱臭、ユニフォーム、ガイナリユニフォームで、スネ当てで、この中にスパッツやら短パン、ソックス入ってます。みんなそんな感じ。鳥取は空気の穴がここにあって、ここです。ガイナーレ鳥取30周年記念ボール。はい、30周年記念ボールです。おめでとうございます。4試合で、4試合です。4試合これを使用して試合します。おめでとうございます。はいはいはい、はい、お肉屋さんに寄ってから帰りまーす。
おお。今日はホームでアスルクラロ沼津と試合です。今シーズンまだホームでも勝ちがないんで頑張りたいと思います。いい準備します。沼津との試合は2対2の引き分けでした。今週は天皇杯が三重県代表ビアティンと試合があるんで、それに向けてまたいい準備したいと思います。沼津の試合の後に僕がサッカー始めた頃ずっと憧れてた中山さんに写真撮っていただいて、少し話もしてもらって、めちゃめちゃ憧れの人すぎて、ちょっともじもじしちゃったんすけど、ずっと昔から応援してて、ユニフォームも持ってて、ファン館も行って、申し訳ないんですけど、写真撮っていただけませんかみたいな感じで行って、すごい気さくに接してもらって、サッカー長くやっててよかったなって、すごい、本当に思いました。本当泣きそうなぐらいの気持ちになっちゃって、本当にああなりたいと思って、サッカー選手を目指したんで、子供の頃に。元気やパワーを、ね、与えられる選手になりたいと思ってサッカーを始めたんで、僕もまだまだプレーで見ている人たちにそういう風に思ってもらえるように頑張んなきゃいけないなって改めて思いました。神対応すぎてやばかったっす。今日からまた頑張ります。練習行ってきます。